こんにちは。自分は山城幸太郎って言います。日本人なんですけど、一応台湾の大学に通ってて、それでインターンスタイルっていう、留学のインターンシップとか、海外でインターンシップをする人用のエージェントに登録して、このバリエンスっていう会社にちょっとあれがバリエンスっていう会社に縁があって、ここで働くことになりました。はい。台湾の大学では国際企業管理学科って言って、ビジネスとかそういったマーケティングとかなどを勉強してるんですけど、でそれをここで行かせたらなってことで、そうです、はい、来ました。質問。はい、最初の質問。実習中のあなたの業務をすべきことは何でした？ですね、自分の仕事は基本的に日本の企業とバリエンツは IoT 製品を扱ってる会社で、それを日本の企業とどうコラボするか、どうマッチアップさせるか、どう一緒に仕事していくかなどの、何ですかね、この企業を探したり、調べたり、実際に、電話やメールを送ったりして、そうですね、いろいろと情報を集めてやりました。あとは、そうですね、社長が会社 の, あのビデオ、プロモーションビデオを作ってほしいとのことだったので、それのビデオ作りだったり、あとはそういったことですかね、すべきこと。そうです、そうです。次の質問いきますか。この実習を通してあなたは何を学びましたか？そうですね、さっきの質問で日本の企業を調べていろいろ電話をしたりメールをしたりするってことだったんですけど、最初に マーケティングの仕方や、どういったら効率よくかつ相手からの返信を受け取れるかというものを考えた戦略っていうか、策略っていうか、そういうものを社長と考えたりしてましたね。例えば、最初に、IoT 化できる商品が家の中にどれぐらいあるのかを調べたり、どういったものができるのかを全部リストアップして、それをホワイトボードに全部並べて書き込んだりして、そうですね、これを社長と1対1でやって、でそれからその製品を作っている会社ごとのまたリストアップをして、でそれからまたこの会社を調べて、そうです、どの製品がシンガポールでまた海外で受け入れられるか、みんなが使おうと思ってくれるかなどの、何ですか、予想やそういったものを考えながら商品を選んだり会社を選んだりしました。なので何を学びましたかって言われたら、ただ単にむやみやたらにメールを送るんじゃなくて、こういったステップを踏んで自分ステップを踏んで効率よくかつ、何ですか、効率よくかつその結果がすぐ返ってこれる、すぐ結果が出せるようなことを意識して、
そういったことに取り組みました。そうです。次の質問いきますか。バリエンスで働いて一番楽しかったこと、一番大変だったことは何ですか。バリエンスで一番楽しかったことは、社長がいつもご飯に連れて行ってくれることでしたね。いつも何ですか、みんな社員7名いるんですけど、みんなお昼ご飯や晩ご飯などよく連れて行ってもらって、よく分かってもらって、いっぱいおしゃべりして楽しかったですね。それは一番大変だったことは、そうですね、調べる、仕事で調べる量が膨大っていうか、とても多かったのと、それをまた整理してリストアップして、でそれをまた社長に見せて、社長がまたアドバイスをくれるんですけど、またそれの繰り返しで、最初は慣れなかったんですけど、まあある程度要領をつかめば、そうですね、一番大変だったことは要領をつかむことですね、仕事の。はい、次は、社長はあなたに常に高いレベルの要求をしていましたが、それはまた、そうですね、社長は常に高いレベルで高い要求を求めてきたんで、そうですね、いろいろ、例えばイベント IoT 製品か AOT 製品を作ってる会社のイベントだったり、あとは日本の中小企業が海外進出やそういったものに取り組む際に登録する支援協会みたいなものがあるんですけど、そこの調べたり、実際メールを送ったり、また一緒に考えたホワイトボードで、さっき一緒に考えた作戦だったりを実行したりしたりするのが大変だったんですけど、まあある程度なんですか、社長も自分ができたことを見せるときに、まあただ単にこれはダメだとかこれはいいっていうんじゃなくて、ダメだったらなぜダメだか、ちゃんとアドバイスもくれるし、次はどうした方がいいみたいな感じで、ちゃんとそこも言ってくれるので、結構高いレベルで要求はしてくるんですけど、アドバイスとかもしっかりくれるので、基本自分で考えて自分でやるっていうのが社長のモットーだったので、でまあそれが好きっていうか、それが別に苦ではなかったので、自分としてはいい経験になりましたね、それは。はい、次、今回実習であなたはバリエンツを選びましたが、この選択は満足できましたか。その満足ですね、満足ですねって、なんかそうですね、まあ理由はそうですね、自分はただ1ヶ月しかインターンシップをするビザがっていうか、ビザが下りなくて、1ヶ月しかシンガポールに滞在できなくて、自分は1ヶ月で何ができるんだろうと思って、でそれでお茶組や何だろう、コピーし、会議の資料のコピーとか、そういった雑務とかだけだったら嫌だなとは思ったんですよ、やる前に。だけど社長はインターンは会社に慣れて、そういった仕事の要領をつかんで、自分で考えながら働くっていうところを身につけるためにあるもんだみたいな感じだったので、言ってたので、で自分は結構いい体験や経験をさせてもらいました。
そうですね。次。あ、じゃあもうこれで終わりですね。じゃあ以上で僕のインタビューは終わります。ありがとうございました。Thank you.